こんにちは、フェルナンドこと拓也です。アスウォンのホテル安院のオーナー美翔さんおすすめのフルーカにトライしてみます。フルーカはヨットみたいなものです。それではどうぞ。3月7日アスウォンのホテル安院の裏口通りです。今日はフルーカですが、午後の予約なので午前は街歩きします。写真は宿を出た角からの駅方面です。宿の裏通りです。駅前から続く商店街です。パン屋さんも繁盛しています。街角にある美味しそうな食べ物屋さん、宿は朝食なしなのでここでいただきます。油断しました。ぼったくり食堂です。見ていると地元の人は一つの商品に1エジプトポンドしか払っていません。これだけ食べても10エジプトポンドもしないと踏んでいたら驚きの30です。まあ30エジプトポンドといっても日本円で450円なんですけどね。駅から南に下ってスークに入ると右手にあるお店です。後で宿のオーナー美翔さんに確認したら、やっぱりそこはボル店だそうです。早く行ったよね。気分を害しながらもスークを南に歩きます。途中でナイル川方面に曲がります。ナイル川に出ます。ナイル川沿いに北上します。この並木、ほんのちょっと手入れすると素晴らしい通りになると思います。こんな面白い花が咲いています。この場所は後からフルーカに乗りにまた来ます。アスワンの街は分かりやすい。ナイル川沿いの道とそれに並行するスーク通りで、この2本さえ把握していれば迷うことはありません。フルーカ遊びは午後2時からです。帆を下ろして出港です。基本帆掛け船です。岩窟墳墓を目指すのかと思いきや違うようです。のんびりゆったり、帆も風をはらんで順調です。オールを漕ぎ始めました。エンジン船に引っ張ってもらいます。おいおい、これじゃフルーカじゃない。風の向きが悪いとかで結局キッチナー島まで引っ張ってもらいます。ヨットは風上にも向かいますが、フルーカではそれができないのか分かりません。キッチナー島はイギリス支配時代に英国人商工キッチナーが住んでいた島です。ナイル川の中州にあります。キッチナーの趣味が熱帯植物集めだと言います。それが高じて島全体が植物園となりました。たまに見かける水飲み場、飲んで大丈夫なのでしょうか。ここもご多分に漏れずお土産ストリートがあります。エジプトでこれだけの緑を見るのは稀です。島を一回りします。船着き場の反対側です。岩窟墳墓方面です。こんな素晴らしい公園、限られた人しか来ていないようです。コーラが10エジプトポンドです。再度フルーカに乗り岩窟墳墓を目指します。気持ちいい。風がスーダン方面から吹いているので帆で進みます。対岸に到着しました。案内してくれるのはいいが2人もいりません。砂混じりの階段を登ります。岩窟墳墓群です。ここは世界遺産ではありません。また別のガイドが現れました。うっとうしいだけです。でも勝手に案内します。
丘の頂上はこの道だという。遠くから見るほど大変ではありません。砂混じりの坂を登ります。これが登りづらい。丘の上にある建造物です。頂上です。そこからのキッチナー島で素晴らしい眺めです。アスワン市街方面です。ヌビア村方面です。そろそろ日が陰ってきました。再度キッチナー島方面です。もう5時過ぎています。丘の向こうに日が沈みかけています。船長とクルー、陽気な2人組です。フルカスビ約3時間で150エジプトポンドです。日が落ちるまでここにいました。食事は町のレストランにします。先に値段の確認をします。これで18エジプトポンドです。やはり朝の食事はぼったくりだ。レストランアビール、おすすめです。またビールを買いにサファホテルへ行きます。すっかりおなじみさんになりました。明日はアブシンベルです。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。また次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。